応援してます。無理。ゴールするタイミングによってゴール後の動きが変わるコースをもちろんそう言ってみよう。ゴールするタイミングでゴール後の動きが変わるコースということで、とりあえず普通にダッシュしてゴールした場合はどうなるのか見ていきたいと思います。 B スイッチを押しまして、ここにアイテム、なんだこのカメラワーク。今度は、幅跳びで入って、このぐらいのタイミングで入った場合どうなるのか見ていきたいと思いますよ。さっきみたいに B スイッチを押すところまでは一緒だけど、どうなったいや、よくわかんない。酔っちゃう。これさ、あの、左隅に入んないパターンないんかな。このぐらいでちょっとタイミングずらした状態で入ってみると、左隅に入んないパターンなんか見せてくれや。逆向き。こんな左端まで行ってからずーっと右行って、これで入った場合はどうなんでしょうか見ていきたいと思いますよ。P スイッチ押すまでは多分一緒で、なんだ何が起きた。普通にもう一回ダッシュして入ってみよう。だいぶ最速を目指して入った場合はどうなるんでしょうか。さっきと違う、ちょっと違う目を見せてくれ。ああ、右側行ったー。なんかさ、一番右まで通り過ぎるパターンも見ておきたいよな。このくらいのタイミング、ちょっとタイミングでもうわけわかんない。もうタイミングの問題はよくわかんないけど、これ頼む。あ、違う。あ、行ってくれた。よし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 。全部で何パターンとかよくわかんないけど、とりあえずこれで終わりにするわ。成人チャンネル。坂の頂の旗。カロンコラファイトの、危ない。こいつ履いたまま普通にこの、やってくれんじゃねえか、バカ。誰がこれ、どんくらいなんだろう、隠しボール。あ、こういう感じで。はいはい、閉じ込められちゃった。ってことだよ、カロンコラ履いたまま当たる瞬間にジャンプ。あ、そういうことでもねえのか。これでいけるかなと思ったけど、閉じ込められちゃった。ってことだよ、カロンコラ履いた状態で、こういうことか。これで復帰した時食らっちゃうよねー。カロンコーラー履いて助走をつけてジャンプしていけば、こういう感じ、ここにもあるんですねー。これさ、カロンでスタ入力入れた時にさ、パックンで倒せるっけ。いや、無理だよな。あ、ちょっと待って、俺分かった。こういうことが、これでいきゃいいんじゃん。なんで俺気づかなかった。普通にさ、坂道をこうやってヒップで倒してって、それにその後にカロンコーラー履いていけば、いいみたいな。バカタレイ。でもね、コツつかんだからもう完璧。こういう感じでクイーンで、ちょいクイーン。はーい、ありがとうございます。うますぎんか、今のちょいクイーン。もうちょいクイーンのプロ。俺はバカタレか。このコーラ持ってこっちまで歩いてって、ここで吐けって、お前何を考えてんだ、俺はよ。成人チャンネル。アイテム禁止高速で公式コースを使ったコース行ってみよう。認定の公式コースをアイテム禁止にしてみた高速でやっていきたいと思いますよ。クリア率が 0.60 ぐらいだったけどね。いやでも、そんなに難しくねえぞ。こんくらいだったら一発でクリアできる気がする。とりあえず、あばかばかなんでキノコ出した。つい癖でブロック叩いちまった。やっぱりね、職業病ですわ。日頃からマリオをやってるせいでございます。はい、で、ここでオンフブロック叩いて。はい、余裕だね。叩くのも余裕だね。1マスだろうとヒップドロップ決めるの余裕すぎんな。はい、ありがとうございます。なるほどね。そんぐらい、しゃがんでいけば、くるんでいけば、余裕だでございます。うますぎんだろうが。で、ノコノコちゃんを叩いて、あ、こいつを持ってけってことか。おら、バカだれ、危ない。死ぬとこだったよ。びっくりしたよ、ちょっと。はい、こっち登ったら、あれ、P スイッチ押さなくていいよな、そのまま行っていいよな。怖い、なんかさっきからちょろちょろ魚がうぜえな、お前。空気読めや、バカ誰が。で、こう来て、え、これでクリア。え、いけんじゃん。一発でクリアできんじゃんか、待って。めちゃくちゃ簡単じゃねえか。はい、騙されません。そこでジャンプとかしないで、通電。で、ここでこっち来たら、え、これで終わりだね。ゴール見えてるんですけど、え、めちゃくちゃ簡単。一発じゃねえな。一回バカ見てる。おい、待て、あの、職業病のせいで一発ぐらいできなかったじゃねえかよ。成人チャンネル。激ムズドッスン壁キック耐久とかでクリチェ1時間かかった。マジで。ドッスン壁キック耐久高速で、このドッスンのところで壁キックしながら、こういうことやか、ただね、微調整の肉さじ、なんとかやっております。微調整の肉さじ、うますぎるって、キノコいらん、ビア。キノコ欲しいなー。でもね、実況者だったら挑むしかねえよな、キノコなしに。みんなせっかくならここからね、投資でクリアしていきたいと思います。プラスよ、ここからね、俺ね、目隠ししながらクリアしていきたいと思います。よろしくお願いします。もうね、感覚が覚えてる状態、だいたいどんな感じのコースなのかね、一回見たらもうね、俺がどんだけマリオメーカーやってきてると思ってたバカ誰か。もうこんなね、ただ単に方向キーと A ボタンじゃ B ボタン押すだけでしょ。もう感覚覚えてるか。あ、目隠し最強、ありがとうございます。なんとなくわかりました。今切り返し地点にいます。これも全て目隠してる草地でもね、もう感覚が覚えてる状態でも頭にこう組み込まれているんでね、はい、割らせていただきたいと思います。行くぞ、みんな。
あぶねセーフ。なんとなくわかる。感覚でセーフっていうのわかる。みんなあれから1分ぐらい待ったんだけど、なんとなく気配でドスが来てる気がしねえ。全然来てる気がしねえ。自転車の乗り方ってもう一度覚えたら忘れないじゃん。そういった記憶を手続き記憶と言わせないけど、マリオメーカーやりすぎても目つぶっててもどんなコースでもクリアできるんですわ。俺が目隠ししてない、証明してみろ。誰かコメント欄で証明してるわ、バカ誰が。はい、ありがとう、センキュー。サージンチャンネル。キノコ取ったら即終了するコース行ってみたいと思います。じゃあ、キノコ取ったら即終了高速なんだけど、ちょっと待って、これさ、ズルできるよな。キノコ取っちゃってもさ、こっち側戻っちゃって、上行ける気がするんだよな、ここ。一回、このブラパに乗って、クライナーから、大阪まで。あー、気持ちいいですな。ここでもフラワーも取っちゃいます。ありがとうございます。ということで、くん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 。脳汁がドピタ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 。あー、気持ちいい気持ちいい。ということで、こっち来ましてね。あとはこっち側の、上の土管をずっと伝っていけば、多分右側にあると、信じてるよ。俺でしょ、これ大体こういう作りだよな。ずっと同じような感じでいくってことでしょ。はい、余裕でございます。これもこっち側から飛んでいって。危なかったけどよかった。これ右側あるか、信じるか、多分あることを信じて行かせていただきたいと思います。ありがとうございます。ということで、なんか壁な、あー、ぶんねー。はい、ありがとうね、中間ありがとう。ごめんね。普通に来ちゃってごめんね。はい、死んじゃってごめんね。はい、ということで、中間から始めさせてもらってごめんね。ということで、一応ね、さっきのやり方で、フラワー取らないで来ることもできなくはねえから、そうしたら、ズルしながら普通にノーマル状態でここまで来ることも可能ってことはね、一応ね、証明できてると思うんでね。で、あとはずっとここで待ち待って、まるまるちゃんが押し出すわけね。あとはこれを避け続ければいいみたいな感じ。うわ、結構難しくないか。あ、でもこっち側いればさ、え、こっち来ないやっけな。全然キノコこっち来ないやっけ。何をしてんのお前ら、こっち来いって。全然来ないやっけ。全員しかも右行くじゃねえかよ。何も来ないんですけど、あと何をすればいいの。ずっとあとどのくらい待ってばいいの。あ、まだもうちょっと待って、待たなきゃいけないのか。でもさ、ここへ。何も来ねえ。キノコが全く来ねえぞ、ここ。大丈夫か。一匹も来ねえじゃねえかよ。はい、ここでピースイッチやじゃあ、ビートビル流行りまして。はい、あ、まだ終わりじゃない。え、この後もせん、ここまだ終わりじゃないの、マジで。この後ちゃんと普通にもせんから、これ上から行くって方法もなくはねえけど、でも下から行った方が無難か。はい、こっち側。あー、そっかそっか。お前も来るわけね、お前も来るわけね。はい、余裕。はい、余裕。はい、で、この扉早くなって、こっからがやっと思って、今、さっきのがボス戦でもよくねえかな。うわ、ちょっと待って、余計なところ。お前、まず、そっち行くなよ、空気読めや。え、嘘でしょ？入るやー！よかったー！ステージが切り替わる前に、はい、じゃあ、なんか、キノコ取ってもクリアできたんです。ありがとう、センキュー。はい、ということで、キノコ取ったら即終了コース、先ほどはこっちからズルしていたんだけどね、今回はね、ちゃんとキノコ取らずに正規のルートでクリアしていきたいと思うんで、よろしくお願いしますね。オッケー。でもね、そんなに難しいコースじゃねえと思うんでね、ほら。いや、でもね、これね、いろんなところで、あ、で、バカ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 、ところどころでさ、ほら、でしょ、みんなわかる？こういうところでキノコ取ったとしてもさ、こっち側から、あとこれ待って、こっからズルできんだよね。もうちょっとね、しっかりとさ、作るにした方がいいと思うぜ。でもコースとしてはめちゃくちゃ素晴らしいコースだね。てか、そもそもさ、ズルするやつのことを考慮してコース作る必要ねえよな。なんだこれは、テイストが違うぞ。そう、俺が間違ってたわ。そのズルするやつが悪いんだわ。そうだよな、そうだよな。なんかズルしないようにした方がいいぜみたいな、クソみたいなアドバイスしちゃった。申し訳ない。コース制作者の申し訳ない。俺がクソだっただけだと申し訳ない。ズルのことを考える方が悪いわ。ということで、これは、ここもズルできるな。本当はだからキノコ取ったとしても上のちくわからさ、あの左側のオンオフブロックの場所に乗って、右の土管に乗ってここから上行くっていうズルもできるけど、それも考えなくていいの。そういうことは考えなくていいの。ということで、あ、ちょっと待って、ここまで来たらさっきズルせずに来たところと一緒のところだよな。あとはそうだよね。で、こっから入ると、さっきの変な、中ボス戦みたいなのが始まるから、はい、こっからはみんな見たと思いますんでね、ここまでしたと思います。ちなみにね、ここにずっといてもね、キノコ取らないっていうのもズルも見つけちゃいましたけどもね、ということで、はい、もう次行きます。クサジンチャンネル。ゴールがないスピードランディングで、詳しく見ても凡人クサジンじゃクリアできないよ。詳しく見てみようじゃねえかよ。なんか土管があんな、これさ、裏面でどっか隠し土管を探せ的な感じか。ゴールが存在しないスピードランディングでやっていきたいと思います。なんだこれ、最初どうぞ。な、どういうこと、あ、スピンしていけってことか。これさ、壁キックスピンだよね。なんかさ、このゴールが存在しないスピードラン、普通にテクニックが必要そう。というか、今のコーランマシ怪しいな。なんだこれ。あ、わかった、ヒップマネージャーだ。今、下に落ちた時さ、あの、穴行ったんだよね。それがめちゃくちゃ気になった。いや、下通れるんじゃねえか、これ。ほら！いや、
あー、まあ、いやいや、とりあえず行くか、とりあえず。あーっていうのなんだ、今。バカ、そんな気づくかよ。ここすぐにしゃがみジャンプ来るで、こういうことやな、こういうことやな。こちら裏目に入るわ。いや、でもね、さっきのとこめちゃくちゃ怪しいよな。うわ、裏目やっぱそうだよな。これで終わり的な感じ？隠し土管的な要素はないよな。あそこの隠しブロックをどうにかしなきゃいけないってことはさ、このトゲメット持ってかなきゃいけないんだけど、これ持っていけるか？かぶって、いやでもこれじゃ意味ねえよな。え、どうやって持ってくん？トゲメット蹴る。あ、これでいける。これで、これでもう完璧にツモじゃねえか。で、あとはここで、ヒップバネジャーをして、で、こっち行って、はい。はい。で、こいつを持って入ったら、ここ壊して、あれ？ちょっと待って。嘘でしょ、嘘でしょ。あ、いけた。あ、よかった。え、無理じゃん。これさ、まずここブロック壊した後に普通に素通りしてってこっち側行って、オンブロックを押しちゃってからもう一回戻って行けばなんとか、これで復活してるよね、確か。だよね、だよね。で、あとはこいつ乗って、これじゃねえかよ。完璧じゃねえか、あとはよ。で、このまま下に降りて、下から行きまして、ありがとうございます。こういうのすぐに分かっちゃうの、天才くさんじゃ。ありがとうございます。ちょっと何回か見せちゃったけどね。ちょっと分からないところも何回かあったかもしれないけど、結局がクリアできるところが天才くさんじ。あ、天才くさんじ。甘くて大好き。